ムハメド・ベシッチは、ドイツの首都ベルリン出身のプロサッカー選手。ボスニア・ヘルゼゴビナ代表。エバートン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ベルリンにて、ボシニ人の両親の元に生まれる。14歳の時に、TB ベルリンに入団し、16歳の時には、ハンブルガー SV と契約を交わした。2010年11月12日、ボルシアドルトムント戦で、 ブンデスリーがデビュー。しかし、素行の悪さがたたって、2012年にハンブルガー SV から放出される。その後、ハンガリー NB1 のフェレンツバーロシティシーと契約。2012から13シーズンはリーグ優勝を果たす。2014年7月28日、イングランドプレミアリーグのエバートン FC と5年契約を結ぶ。2018年1月、 ミドルズブラ FC に期限付き遺跡で加入。2018年8月23日、ミドルズブラ FC に1シーズンの期限付き遺跡で加入。2019年8月8日、シェフィールドユナイテッド FC に期限付き遺跡で加入。18歳で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表に選ばれ、2010年11月のスロバキア戦で、ミラレム・ペアニッチの記録を塗り替える。 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表最年少デビューを果たす。ボスニア・ヘルツェゴビナ U-21 代表監督、ブラドヤ・ゴビッチと、馬が合わず、U-21 の代表召集を拒否していた。その影響で、A 代表の監督であったサフェトス氏からは、構想外に追いやられていた時期があった。しかし、クラブでの活躍により、半ば世論に押される形で、 スシッチ監督は 2014FIFA ワールドカップに臨むボスニアヘルツェゴビナ代表にベシッチを呼び戻す。ワールドカップではアルゼンチン戦、イラン戦、ナイジェリア戦すべてに出場するもチームはグループステージ敗退となった。ありがとうございます。